マリサー。マリサー。どうしたんだぜ。これ見てよー。なんかまた来るのこれ。これは結構また難しい話題なんだが、早速解説していくんだぜ。さて、というわけで台風でみんな吹っ飛ばされてないか、心配しながらの動画にはなるが、今回は給付金についてなんだぜ。給付金ってまた10万もらえるんですか？まあ待て。今回、政府はエネルギーや食料の価格高騰が、かなり続く中、住民税が非課税世帯を対象に1世帯あたり、5万円を給付することで最終調整が進んでるんだぜ。要するに5万円もらえるってこと？まあ、今回は前置きなしでざっくり言うが。前置きなくて助かるよ。それで、まあ、あれだ。はい、ここにいる人ほぼ全員もらえません。ふむ、というわけで今回政府は、最近の物価高や支持率に端を発してなのか、国民のために5万円の臨時給付金を発令したんだぜ。いや、でもそれって私たちには入らないんでしょ？まあ、今回結論から言うとそうなんだぜ。なぜに入らないんでしょうか？我々こう、内閣や国なんかに文句をつけながらも、頑張って税金を納めてるわずなのですが。まあ、早い話が住民税非課税世帯のみ対応ってやつだぜ。また非課税なの？なんかここ最近非課税の人ばっかり支援来てない。非課税なんてほんの一部でしょ。なんかその人たちだけこんなちょいちょい優遇されたら、普通に税金払ってる私たちが馬鹿らしくない。物価高上昇っていうなら私たち非課税じゃない人も、一律に困ってるんだけど。めっちゃ言うやんけ。そもそも非課税世帯なんてほんのごく一部でしょ。確かに下の層が大事なのはわかるんだけど、一部ばかり贔屓されたら課税世帯はすんごい困らない。まあ、実際に給付金が発表されてから、非課税世帯のみってなった時にこの問題は、指摘されたんだぜ。だよね。物価対策って言っても結局非課税の人のみ、ってなっちゃうとあんまし意味ないよね。先に言っておくと最近非課税世帯が増えてるんだぜ。そうなの？どれぐらいなの？割合的には数パーセントだが、今現在だと 20% 超えなんだぜ。移民に一人は非課税世帯なの？まあ、そうなるな。日本終わってるじゃん？日本が終わってるんじゃなくて、お前が終わってんだよって某企業家に言われそうだな。そういえばなんか非課税言うけど、実際、非課税世帯ってどんな人を指すの？なんか生活保護のイメージが強いんだけど。すごい偏見なんだぜ。非課税世帯とは、つまり字幕を見ろと。まあ、そういうことです。簡単に言うと所得が自治体の基準より低い人や、障害者なんかがこれに当たるんだぜ。なんかみんな生活保護の人かと思ってたよ。保護受けずに頑張ってる人もいるからこれは認識し直さないとなんだぜ。でもさあなんか結局私たちもらえないってことで、最終的に損した気分なんだけど、なんか、こうこの動画見てよかったみたいな、お土産的な話はないんですか？ふむ、それじゃあここ最近のみんなにできるであろう、支援なんかをいくつか紹介していくんだぜ。まず最初はこれだな。これ見たことある。なんか最近やってるやつだよね。なんかポイントもらえるんでしょ？これは政府のマイナンバーカード普及のために、国と民間企業が提携している事業なんだぜ。でも、どうせろくに使えない感じのやつじゃないの。これはポイントという形ではあるが、Amazon ギフト券などが現金に近い感覚で使えるのと、使えるポイントが2万円分とかなりお得なんだぜ。2万円も使えるの？人によってばらつきはあるが、だいたい登録してない人は最大の2万円もらえるんだぜ。それってどんなものにもいけるの？これが結構まちまちなんだが、クレジットカードだとかなり対応してたりしてて、普段使いで日用品などを買えるんだぜ。それなら実質2万円もらえるみたいなもんじゃない？まあ、そうだな。だけど難点もあってポイントを選ぶ場所で付与される時の、特典だったり、付与されるまでの時間だったりがまちまちだったりするので注意なんだぜ。なんかあるの？というか即日じゃないの？クレジットカードだと再来月だったりで長いけど、ポイント上乗せの特典があったりするんだぜ。でもなぁ、再来月とかは辛いよね。ふむ、ポイントの付与日の最速なら、パイパイと au パイが翌日には反映されてることが多いんだぜ。現金かワウパイでなら自分銀行と連携すれば、預金口座から下ろして現金かなんかもできたりするんだぜ。それなら実質もう現金の給付金みたいなもんだね。
ただし、もらうためにカードの申請と、ポイントを受け取るための自分の受け皿がいるけどな。受け皿がケウレジットカードとかペイペイとかだよね。そうだぜ。あと、特典に関して言うならスイカのカードやドンキで使えるマジカなんかがかなりおすすめなんだぜ。え、なんかあるの?6000 円が追加でポイントに入るとかだな。2万6000円?とまあ、そんな感じで入るからもしもしてないなら、一番多く手に入るならドンキのカードを勧めるんだぜ。わかりました。谷はなんかないんですか?一般とは言えないが、燃料費の高騰に対して、影響を受ける職種になるべく支援できるように、車両1台分あたり2万円が支給されるってものがあるな。え、でもそれ誰でも行けるの。タクシーだったり自動車運送業の人が対象だな。あ、そうなんだ。事業復活支援金なんかがあるな。何それ?これも一応事業者向けにはなってしまうのだが、このコロナの影響で事業の1ヶ月の売上 50% 以上下がった事業主に、地域や業種を指定しないで、来年の3月までの見通しを立てられるように、給付金を出すってやつだな。これあれば飲食店とかかなり復活できそうね。まあ、あとは今までの緊急小口資金など、どうしても一応は実質の借り入れにはなってしまうが、こういうところの支援を、市役所に行って手続きをするってやつだな。さすがにそろそろばらまきはないっすね。まあ、マイナポイントは第1弾の時に作っていても、第2弾で1万5000円もらえるからおすすめだぜ。今のところ緊急事態宣言なんかはもう出さずに、ただひたすらに、コロナに慣れていくっていうフェーズに入ってるな。なんか、国葬問題とかと合わせて岸田さん、すごい叩かれてるよね。支持率は今のところ驚異の 30% になってきたしな。それ過去最低じゃない？ 7 割支持してないってそのまま本じゃね？用が用なら一気だよ。まあ、ついに一気みたいなもんが起きてるがな。え、何があったの？これは日本ですか？答えは、はい日本です。最近、反対派が前は半々だったが今は7割ほどまで、増えてきてるんだぜ。なんだろう、そこまでして反対することのほどなの。安倍さんの葬儀というよりは、最近の物価高騰による経済的に苦しいストレスや、結局今もそのままある統一教会などに対しての、苛立ちなんかのせいで受け入れられないんだろうな。まあ、あんなことがあって今までの霊感商法で、荒稼ぎしてたことで団体解体とかもないしね。韓国の方ではどうやら、かなり統一教会推しみたいだぞ。え、そうなの？さすがにこんなやべえ団体はあっちも切り離すんじゃないの？あっちの方では、いわゆる慰安婦問題なんかで日本を叩いてる。ああいう団体、つまり日本が嫌いな、韓国人たちの収入源になっているみたいで、それなりの企業や財閥というものに、成り上がってるようで、日本の制裁などに対して、徹底抗戦するつもりみたいぞ。ホリエモンじゃないけどさ、あっちもこっちも、終わってんなぁ。あ、そういえば国葬で思い出したけど、岸田さんエリザベス女王の国葬に出席するんでしょ？あれどうなったの？え、何を言っているんだお前。え、いや、だってさ、これ見てよ。なんか調整してるんでしょ？あ、それな。そもそも呼ばれてなかった件について。わろた。え、じゃあ日本では誰も行かなかったの？あ、それについてはもともと交流のあった、天皇の一族が言ってくれたみたいなんだぜ。岸田さん呼ばれなかったんだね。どちらかというと政治的な思惑とは、話した式典って感じだからってのはありそうだけどな。あと、素直にそんな面識もないしな。それはそう。でもさ、こんなにエリザベス女王の国葬で、あっちの国の人は団結してるのに、日本、こんなんで大丈夫なのか。正直国葬をやるならやるでもっとまとめるべきだし、国葬やらないならやらないでつつましく。な。まあねー。普通ならこんなに反対されるなんて、岸田さんも予想しなかっただろうしね。統一教会の後腐れがなければ、そこまで反対も出ないだろう案件だしな。というわけで主な話題はこの辺だな。なんか台風すごかったみたいだねー。道路とかいろんなところが水没したり、車が横転しかけたりとかしてたみたいだよ。なんというか日本あるあるだな。これ見てる人たちは無事なのか心配だよね。あ、そして前回の動画で、安倍募金って言ってチップくれてる人がいたんだけど、素直に嬉しかったです。ありがとうございます。これからもこんな感じで雑食に時事ネタを上げていくので、もしも初めて来たとか、今日も来たよって人は、もしよかったとかためになったなと思ったら、チャンネル登録をしてくれて、感想を書き込んでくれるとすごい喜びます。それで、マリサ、最近投稿頻度落ちてるけど次回はいつなの？
まだまだ不定期にはなるがしばらく、また活動するので更新頻度は高めにするんだぜ。そして次回は22日なんだぜ。それじゃあ、また見てねー。